トゥルヌスを破るアイネーアース。ルカジョルダーの作。アイネーアースのゲイウスが未来の明るさを見つめ優勢を示しているのに対して、トゥルヌスのゲイウスは暗闇に覆われ沈み込んでいる。トゥルヌスはローマ神話の人物である。ベルギリウスのアエネイースに登場するラティウム地方の都市アルデアを中心とするルトゥリー人の王、ラウヌスとエニーリアの子で、 川や泉の女神であるユートルナのに位。トロイアの英雄アイネーアースにとって最大の仇役である。そのギリシアの先祖と武岳しい性格から新たなアキレスと見ることができる。アイネーアースがイタリアに到着する以前、トゥルヌスはラテン人の王、ラティーヌスの娘ラーウィーニアと婚約していた。しかしアイネーアースが到着すると、 ダーウィーンにあとこのトロイの王子の婚約が決められた。ユーノーはトロイ人に苦難をもたらすため、トゥルヌスをそそのかして、新残者との戦争を促す。ラティヌス王はトゥルヌスに大いに不満があったが、戦争を始める許可を与えた。ラテン人とトロイ人の戦争において、トゥルヌスはカットなりやすいが勇敢であることを証明した。第九巻ではトロイ人の要塞全体を奪う勢いで、 多くの相手を倒し、その後窮地に陥ったが有能に救われた。第10巻で、トゥルヌスは、エウアンドロスの若い息子、パンラスを殺害する。勝ち誇ったトゥルヌスは、戦利品として、パンラスの検体を取り身につけた。これに怒ったアイネーアースは、トゥルヌスを殺す決意をして、彼を探し求める。ウェルギリウスは、パンラスの死を、トゥルヌスの運命が暗転する転換点として、描いている。 トゥルヌスがアイネーアースの手で殺害されることを防ぐため、ユーノはアイネーアースの幽霊を出現させ、トゥルヌスを戦場に誘導し、彼を助けた。トゥルヌスはこれに大いに恨み事を述べ、自身の価値について反問し、自殺まで考える。第十二巻でアイネーアースとトゥルヌスは死をかけた決闘をする。イーリアスのような展開の後、アイネーアースが優勢になる。 トゥルヌスはアイネーアースに命乞いし、せめて遺体を一族のもとに返してほしいと困難する。アイネーアースは助けようかとも思ったが、トゥルヌスがパンラスの検体を身につけていることに気づき、逆上してトゥルヌスを殺してしまう。作品の最後にはトゥルヌスの死後の世界での不幸な旅路を描いている。トゥルヌスを支援したのはラティーヌスの妻アマータ。 妹のユートゥルナ、エトルリア人の先代の王メゼンティウス、ウォルスキ族の女王、カミラといった面々で、アイネーアースとの戦いの様々な局面で彼を助けた。ありがとうございます。